シムカップ村は、北海道有仏郡にある村、自然体感シムカップをキャッチフレーズとしており、シムカップ村を含む一市六町村で、フラの美瑛観光系を形成している。入職以来増加を続けた人口は1960年代に、約4700人をピークに減少を、はじめ、高度成長期とともに著しい過疎化が進行。小学校によっては、 運動会の開催もままならない状態となった。村はバブル景気以前の段階よりリゾート地開発の誘致に奔走し、1983年にアルファリゾートトマムの開業にこぎつけた。以後人口は激しい増減を繰り返しており、1980から1990年の10年間では70%という極端な増加。 バブル崩壊に伴う事業者の破綻等で1990から2010年の20年間は著しく減少しマイナス49%特に2005年から2010年までの5年間の減少率はマイナス23.4%と全国ワースト3位を記録した2015年以降は再イ度の人口増加局面に入り 2015から2017年の3年間ではプラス19.05%の増加、沖縄県八重山国与那国町や東京都中央区を抑え、人口増加率1位となっている。2018年現在、約1200人の人口の村に年間約48万人の観光客が、雲海に代表される自然環境などを求めて訪れる村となっている。 村では、アイヌ語で、とても静かで平和な上流の場所を表す、シムカプを由来としているが、アイヌ語研究者の山田秀三は、本流の、ムカワを表す、シムカプによるとしている。この他、シムカプとしている書籍もある。北海道のほぼ中央部に位置し、上川総合振興局管内の最南端である、四方山に囲まれており、 村面積の94%は山林になっている。村境はほとんどが分水嶺になっている。シムカップ村の気候は内陸性気候、気温の比較差や年較差が大きく、冬季にはしばしば低温の記録のニュースで取り上げられるほどの冷え込みとなる、西風や西南風が多く吹く、降水量は年間約1400ミ、mm、リメートルに達し、 積雪も1メートル前後になる。シムカップ村は、1902年5月に、佐藤農場支配人の日陰長松が小作人7校を連れて入地したことに始まる。警察消防中学校小学校義務、教育学校保育所市民大学講座機関産業は、農業、林業、農業は、ジャガイモ、カボチャ、トウモロコシ、小豆、気温の寒暖差を生かして、メロン、スイカ、 天才、ハウス栽培を中心とした、ほうれん草などを収穫している。酪農では、北海道をうちで、最も歴史ある産地の一つになっており、肥育クソとして出荷している。観光は、トマム地区を中心としたリゾートや向川周辺の自然を、利用したアウトドア体験がある。立地企業組合金融機関宅配便、郵便局間郵便局シムカップ駅、トマム駅路線バス村内を通る。 幹線道路はシーニックバイウェイの大雪、フラのルートになっている。向川ではラフティングや釣りなどを楽しむことができる。テレビドラマ映画シムカップ村民検証私たちは樹海と清流に恵まれた自然の中に先人の偉業を受け継ぎ輝かしい未来を見つめながら住みよい郷土シムカップを作るためにこの検証を定めます。位置健康で 幸せな家庭を作りましょう。一自然を愛し、美しい環境を作りましょう。一決まりを守り、明るい街を作りましょう。一生産を高め、活気ある社会を作りましょう。一文化を育て、豊かな郷土を作りましょう。昭和57年8月5日、制定宣言行政産業観光。ありがとうございます。